はい、どうぞ、こちらのです。今回はこちら、仮面の人造人間、使っていきたいと思います。さあ、これ、ゲーセン仲間の方からいただいたんですが、新たなる仮面の力、サポーターにした戦闘力バトル終了時、敵サポーター人数に応じて敵チームヒーローエナジーをダウン、自分チームヒーローエナジーをアップするという、効果を持ってて、まあ、これはもうゴジータにかなりもう向いているかなと思って、このね、久々のゴジータメチカブラで使います。さらに見た目、こんな感じ。結構かっこいいよね。なんか仮面キャラって大体当たりというか、もう見た目に外れがないイメージなんですけど、はい、今回の17号は仮面の形がちょっとシャープになってますね。で、バトルアプリは一応このデッキね、ノンアマなんですが耐久力そこそこあるんで3ラウンドにします。はい、まあまあほとんどスーパー17号なんですけど、はい、まあまあこんな感じね。で、超パワーフルユニット持ってて、パワー3000以上の敵全員のパワー1にする、これあるんでね、まあタンバリンと合わせて、まあパワーには、パワーボガンには多分困らないかな。で、自力でエナジー貯められるので、まあユニットも使いやすいし、火力に関してはこのゴジータで、いるし、まあガード1でできるから、硬い敵を1枚出された場合、あ、そう、ビルスみたいな。そういう時は結構刺さるのかな。って思います。さあ、ゴッドリーグに、おーはー、なんかすごそうなデッキだな。あ、てか魔人のコスチュームが可愛くなってるあれ可愛いよね。あ、魔人エリートってなんか帽子しなかったっけ。あー、なるほどね。なんか帽子みたいなやつ外れてるね。で、貫通等はいない。あー、でも異次元がいる。異次元か、そっちか、わかった。うわー、そういうことしたら、待って、どうしようかな。2ラウンド目でユニット使いたいから、1ラウンド目はこれ下げておきたいんだよね。まあ様子見で、まあ一番出しと、もうちょっと実力を出そうかな。ああ、そういうことね。はい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 。それ用のベジータと、で異次元でガード1。あ、うまいね。ただ、ボージャックに当たればいい感じです。さあ、これでエナジーはたまらないはず。ちょっと異次元が今回きついですね。結局、ガード1に入るとね、だいぶ火力上がっちゃうんでね。さあ、新たなる仮面の力、敵サポーター6人で、エナジープラス3、エナジーマイナス3。っていう感じで結構いいんじゃないでしょうか。さあ、で、異次元の破壊のゴムで、9000上げられたんですが、次でパワーエッジできるし、でビルスが戦闘力バトルの終了時にエナジー上がるけど、エナジーじゃない、パワー上がるけど、その時にタンバリンになっちゃえば、これでパパバリンみたいな感じのことができちゃう。まあなんとかしのげそうだけど、ちょっと敵の次の火力が怖いんで、ボージャック1枚出しましょうかね。でもしくはトランクスゴットを出そうかと思ったけど、異次元がいると、異次元がやっぱりな、ちょっと辛いな。はい、うわ、結構減らされた、マジで。そんな行くそんな減らされる。あ、待って、アプリ3ラウンド、やべ、ミスった。あ、魔人のアビリティが発動しなきゃ大丈夫かな。次固定で押し切られるとも思ったけど、あ、大丈夫かも。待って、あ、デストロン壊れた。さあ、ラウンド2、これでガンガンミサイルだと思うんで、残り1万で、魔人が発動したら終わってたんだけど、こっちメティルから、まあまあまあ大丈夫だと思うんだけど、エナジーガードを使われるとやばいか。エナが組まれたらやばいな。7000固定は入っちゃう。さあ、なんだ、さあ、なんだ、なんだ、あ、エナガじゃない。あ、うん、違う、うん、待って、あれ、エナガってこのタイミングじゃないよね。あ、じゃあ分かんないな、ガンガンかどっちかな。まあいいや、じゃあ使います。はい、突っ込んできたね。これはきついな。何がきついって、もうさ、全部きついわ。おお、あっと、ここは落としたくない。よっしゃー、ナイス。さあ、4000を食らっても9200ある。あ、耐えたかもしれない、わかんない、まだわかんないけど、カーレスが出てるのも幸いでしたね、これ。あー、まあ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 、ボージャックならね、半分なんでね。さあ、こいつマジで強い、こいつマジで強い。2000円の強さとは思えない。
しかもぶっ飛びスイングでこれ卑劣狙いますからね。さあここでぶっ飛びやっちゃおうかな。あはいはいはい、まあまあまあ、ガンダムミサイルは想定ないと。さあであと龍拳と何がある、それぐらいかな、それぐらいだよね多分。あれあのベジータってなんか持ってたっけ。いやでも龍拳、あやらない、やっと来た、耐えた耐えた来た来た、これはいったかもしれない、これは勝ったかもしれない、次で落とせれば勝ちだねこれ。いやでもねアプリ3ラウンドなんで、まあ制限打って先行取れれば多分このほぼ勝ちだと思う。それかまあまあ戦闘力7000制限いらないかもしれないけど一応使いますね。あのベジータが何やるかしかわからないんで、まあ、一応7000使っといて、ビルス1枚出されても17号のロックオンがあるんでガード1にこれ当たればまあ大体1万1000から1万2000は入るとしてなんとかなんじゃないかな。さてこれも亀裂にいった、王者やるか、いやまだ早いな、ビルスに当たったら嫌なんでぶっ飛びスイングまだにしましょう。ちょっとここはロックオンを使った後がいい。よし強い、あんまり強し。さあこれはやらないで、ちょっと待って、これもいっか、とどめにしよう、とどめ。よし来たー、ラウンド3マジで耐えると思わなかった。さあじゃあ7000制限をかけていきましょう。技も打てるよね、え待って待って、なんかあるなんかある、あなんもないなんもない、よし取れるなこれ。あじゃあ行こっかな、もうこのままこのまま行こう、何気に17号っていうの、まあビルスかな最速だもんね、これでいいでしょう。完全を超えた力って言ってんだ、なるほど。さあセリフを教えて、いやこれ17号の声優が自分好きなんですよ、戦国バサラの毛利元就っていうキャラクターが好きなんですが、それと同じ声優っていう、まあいいんじゃない7600でもこれでガード1が2人、ビルスとライチがガード1、うわーくっそー、時間もちょっとったね、もううまいってマジで、うわー今の当てたかったマジ、ここじゃないんだよミラクル、ここで出てもな、うわ今の当てたかった、くっそーマジで当てたかった、今の超見たかった、え何なんだろう、またダークネスヘルボール、まあ、電撃地獄弾みたいなやつやったの、3500意外と入ったな、あーこれワンチャンあるね、おーしギリギリ入った。さあでもこれも結構ガード位置いるから、あワンチャンいったかも、待って、あいった、よっしゃいった、危なかった、でもあーいった、1万3000ダメージの KO と、てかよくよく考えたら相手ビルスのユニット使えるよね、あれなんだっけ、カードアクションフユニットスーパーだよね多分、あーまあまあまあ当然の結果だということでね、はい、今回は仮面の人造人間を使ってバトスタのねもう本当に強者中の強者と戦わせていただきました。いやすごいいいバトルだったね、ただこのダークネスヘルボールっていう、まあ、あからさまな電撃地獄玉が見れなかったので最後にそれをちょっとね流していきたいなっていうふうに思います。でこれはサポーターの人数分ではないっぽいんですが、まあ3個とかね上げられるので結構エナジーの差がつくからスーパーハーツ入れても面白いかもしれないということで、ご視聴ありがとうございました。7枚までこれがコメントの数字だか、素晴らしいものをお察しするのが面白いです。
今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。